皆さんこんにちは。日本市場を担当している鷲山茂雄です。今画面に映っているのは PBI 社のヘルムート・ツェプ副社長です。副社長の動画に音声のみ私の日本語を載せて PBI のご紹介をさせていただきます。 Guten Tag, my name is Helmut Zepf. 必ずしもツェプ副社長の発言通りの通訳にはなっていないことをあらかじめご承知おきください。項目的には会社の概略説明、防護性、ダイナミックフレーム試験、マネキン燃焼試験、快適性と強度、長期的耐久性、革新的開発の順番となります。まず PBI 社の歴史からご説明いたします。化学物質としての PBI ポリマーは1960年から61年にかけて開発されました。Es gab keine Anwendung und keine kommerziell verfügbaren Rohstoffe und das Patent verschwand sozusagen in der Schublade。しかし実際的な利用の開始の契機となったのは1967年アポロ1号の悲劇的な事故です。PBI の繊維を作って宇宙飛行士の安全を目指そうとしたのです。こんな経緯で始まった PBI 繊維が今日では最も熱的に安定した繊維として成功してきた理由は何でしょうか。今2つのガラスの容器に入っているのが PBI 繊維です。当初はゴールドと呼んでいる右側の PBI 繊維だけでしたが、現在は左側の黒い PBI 繊維もあります。2010年に開発されたものですが、色の安定性も上々です。これらの PBI 繊維が熱的にとても安定していることが世界中の消防隊が PBI を採用している理由です。これらの PBI 繊維にパラアラミド繊維を混ぜて糸にしていきます。この糸を織ったものが布になります。この布を使って最終製品である防火服を作っていくのです。Dann in einen Schutzanzug überführt oder aus dem Gewebe wird mit anderen Komponenten zusammen. PBI 繊維は熱的に安定でありながら柔らかさもある繊維なので着心地の良さにもつながっていきます。PBI はほとんど収縮がないことも特徴です。最初のサンプルが PBI の災害総用生地サンプルですが、ご覧のように絶縁後のサンプルを手で揉んでみてもまだ柔軟性があり穴も開きません。つまり災害層がしっかり残って、その下の防水層や断熱層も守られるので安全です。次のサンプルは一般的なアラミドの災害装用生地です。接縁後のサンプルを手で揉んでみると割れて破片が脱落します。収縮して硬化してしまった結果です。 PBI を接縁させた時の動画もご覧ください。 PBI の場合は熱と炎にさらされても穴が開いたり収縮することがありません。さらに防火服の状態で接縁させた後の動画をご覧ください。右側のメタアラミド防火服では災害層に穴が開き、破片が脱落してしまっています。これでは防火服としての役割を果たせません。一方左側の PBI 防火服では多少の変色はしていても収縮や穴開きはありません。PBI は700°C を超えて初めて変化するぐらいの耐熱性があり、熱伝導性もとても低いので、とても快適な繊維でもあります。災害層を念頭に PBI の特徴をまとめてみますと、まずは防護性です。妥協なき防護性が当社の合言葉です。続いては快適性です。
防火服はもちろんですが、工場で着用する作業員も、高電圧周辺作業の作業服も同じように快適に継続着用できることが重要です。Elektroarbeiter seinen Dienst möglichst gut ausführen kann. 繰り返しの洗濯にも耐える着用寿命の長さも重要です。Ich möchte an dieser Stelle auch kurz auf einen Test eingehen. 今度はダイナミックフレーム試験についてご紹介します。短冊型の試験片に 0.5 ポンド、約 230グラム の重りをぶら下げた状態で接煙させて、この重りが落下するまでの時間を測ります。この重りにより、実際の防火服で肩、肘、膝等にかかってくる張力を付加して、現実性の高い試験にしています。今回の動画では、左側にメタアラミド、右側に PBI のサンプルをぶら下げて、同時に接煙させています。左側の重りは数秒で落下してしまいますが、右側の重りは30秒近くまで落下していないというのが見て取れると思います。続いて最も究極的な比較試験であるマネキン燃焼試験をご紹介します。試験方法は ISO に規定されている通りで行いました。試験場は英国マンチェスターにあり、独立機関である BTTG です。123個のセンサーを埋め込んだマネキンに防火服を着せて、接煙させています。今回は防火服の災害層素材のみを異なる素材で作り、内側の2層、つまり断熱層と防水層は同一素材としました。このような2種類の防火服の試験実施映像を見ていただきます。この2種類の防火服はデザイン、形状も同じです。繰り返しになりますが、災害層の素材のみが異なり、内装の2層、断熱層と防水層、これは同一素材です。約1000度 C の火炎に8秒間接煙させ、火を消した後もしばらく測定を続けます。左側が PBI の災害層、右側がメタアラミドの災害層です。接煙後、右側の防火服では硬化、収縮が発生し穴が開いています。左側の防火服では若干の変色のみで、損傷はありません。埋め込まれた各センサーで測定した温度を前面と背面を並べて、測定範囲ごとに色分けして、青痛み、黄色1度箇所、オレンジ2度箇所、赤3度箇所で示しています。それぞれの集計面積のパーセントは中央に示しています。 PBI 災害層の防火服では3度箇所が発生していません。一番下の行は2度箇所と3度箇所の合計面積のパーセントです。これが火災現場で火傷を負う面積と推定されます。右側では 19.3%、 左側 4.4% となっています。このグラフはメタアラミド災害層の防火服について上記4種類の温度領域面積の時間的増加状況を示しています。そこに PBI 災害層の防火服についての同じグラフを重ねてみたものです。グラフの傾きとともに上昇開始温度の差も注目していただきたいと思います。もう一度快適性についてお話しさせてください。 PBI 防火服は繊維自体の特性により
着心地が良くなります。 PBI 繊維は軽くて柔らかい繊維なのです。したがってこれを使った防火服災害装も軽くて着心地よく柔軟になります。防火服災害装生地は強度も強くしてあります。つまり引っ張り引き裂き両方の強度を増強してあります。これは着用寿命の長さにも現れます。着用寿命はとても重要なポイントです。特に防護服にとっては肝要なポイントです。点検、洗濯や収納方法とも関係しますが、もちろん内装がその機能を維持でできているかどうか、これも重要です。これまでにご紹介した性能ほかにも防火服にとって重要な性能がまだあります。そしてその性能が長期間にわたって劣化していく過程も重要です。 PBI ではアラミドと比較しながら現場試験とともに各種の研究室試験も行っています。一例としてウェザオメーターをご紹介します。紫外線劣化の加速装置です。この試験でも PBI は成績が良いことが確認されています。耐久性の証明としてはほぼ40年間にわたり各地の消防隊が現場で着用されてきたという実績を見ていただければ納得されるでしょう。 PBI 社は常に改良改善そして研究開発に取り組んでいます。ここからは最新の高分子繊維研究の成果である PBILP のご紹介をさせていただきます。科学的な詳細は脇に置いておいて、ここでは隣り合う分子同士を結合することにより、熱的安定性をさらに向上させた繊維だというふうにご理解ください。しかも機械的強度とその他の性能には影響を与えてはいません。この LP を災害層に使えば防護性能を維持したままより軽量で着心地もさらに良くなった防火服となります。 Wobei man da niemals auf den Schutz verzichten will。 ご質問があれば E メールやお電話でも対応させていただきますし、詳細情報はウェブページにも掲載しております。また各地の展示会にも出展しておりますので、ご来訪時にご質問をいただければ嬉しく思います。ご連絡いただければこちらからご訪問させていただくということもやらせていただいております。ご清聴ありがとうございました。